李拓後、李拓後、李拓後、家政六年十月二十六日、千五百二十七年十一月十九日、万歴三十年三月十六日、千六百二年五月七日は、中国秋代の思想家、評論家、陽明学左派に属する。原名は、林はじめにへ、臨栽し、後に姓を李と改める。また百六十六年、即位した。 高吉帝、中初めの引きにより、初め字を除き、理にえ、理氏と名乗った。号は、卓号、一節二字とも言われる、康介、厚しわれ、竜子僧。別号は音量古字。福建省泉州不信校出身。現在の中国の歴史学者の研究では、海京都ではないかと言われている。二十六歳の時に里見に合格したが、 紳士とはならず地方官を歴任した。五十四歳で官を退きこ北た昭和佐城県流湖に、ある芝仏津院に落ち着き、そこで読書と著述に励んだ。離択後の代表作のほとんどは、この芝仏津院時期のものである。その思想は、陽明学派、大衆学派に属するが、それは、官僚として各地に赴任した折、小、小高や高低高。 高定理兄弟と信仰を結び、陽明学へと、傾倒し行ったためである。その後、王流系、羅金系といった、王陽明の弟子に出会うことで、さらに、李拓吾は試作を深めていった。なお1599年、南京に赴任していた折に、イエズス会のマテオリッチと開講している。以後何度か会い、相互理解を深めたようだ。李拓吾は、リッチの人柄や能力、その著作、 こういう論に高い評価を下している。また、リッチの方でも、リータクゴが、キリスト教に、一定の理解を示したことや文学にも科学にも、精通していると書き残している。引退後に刊行した、文書には、朱子学及び、それを信奉する動学者への厳しい批判が、込められていたため、周囲から、危険思想と断定され、様々な圧力をかけられた。 理託語への批判はその思想だけでなく、生活習慣、創業となったこと、極度の潔癖症であったこと、女性にも学問を抗議したことにまで及び、彼を悩ますことになる。また理託語への批判はその思想の得意性のみならず、彼の性格によるところも大きい。自ら見解、偏教と述べはばからず、世と相入れないこと甚だしかった。結局、 迫害を逃れた先の北京近郊で捕らえられた。そして獄中で自殺。去年76。死後も弾圧はやまず、著作や、その出版の版木は全て遺棄され、王朝が、新朝に移り変わっても、禁書目録に、その著作は載せられることになる。また、明治学案にもその名は記されていない。李卓後思想の真髄は、同心説にある。同心とは、 偽りのない真心を言う。これは、陽明学の領地を発展させた先に、李卓語が到達したものである。李卓語によれば、誰もが持つ、この、同心は、成長につれて、知識や道理といった外からもたらされるものによって、曇らされ失われるという。この思想が、危険視されるのは、当時正当イデオロギーとなっていた朱子学における、成人に至る道を否定している点にある。 趣子学では心を生と上に、若知性こそ、リーとする、性素クリオテーゼとする、性を発露するために読書などによって、研算を積まねばならないとする。しかるに、理託語は、そのような研算そのものが、同心を失わせるとして廃止、否定的に捉えるのである。そして、同心を失った者がなす分野行動がいかに巧みで、あろうと仮、偽であって、真なるものではないとする。 理託語が借り、偽、端的に言えば、偽善者と非難する、具体的な対象は、次大部たちである。彼が生きた秋代は、金平梅が書かれたり、著名な詩人が、ひいの義女の靴を、追い口にして持ち歩くなのの行動に見られるように、文化乱塾あるいは大敗の時代と言えるのであるが、その支配イデオロギーは、儒教の中でも、特にリゴリズムの傾向が強い朱子学であった。すなわち、 次大部は口を開けば、仁義といった立派なことを言うが、実際の行動はそれに伴っていないことがまま、あったのである。こうした、ダブルスタンダードに対し、利託後は激しく反発し、次大部やその価値観を激しく通話したのである。次大部的価値観への剣を、反発が明確に吐露されている例として、それまで呪者によって貶められてきた、歴史上の人物や、文学の検証が挙げられる。 例えば真の始皇帝や表未知といった、それまで高く評価されてこなかった人々を再評価し、また、清掃期、最遊期、水古伝を、式や、理想と並ぶ古今の詩文と評価している。李託語の代表作、蔵書は、紀伝体の歴史書だが、そのマコッは、人物の分類や、格列伝に付される評論にあり、歴史書の体裁を取った、思想書と見るべきである。 こうした、李卓語の価値判断は、彼が外的な規範よりも、自らの内なる真心、すなわち、同心を重視し、かつ是非に、定論なしとしたことにより可能となったのである。李卓語の同心説は、激しい批判を浴びたが、明脈が耐えたわけではない。文学において受け継がれていった。すなわち、民末に、縁広道ら公安派の唱えた、少量説はこの同心説を受けたものである。 これは、人間の自然な心の発露を文学によって表現しようとする考えで、その後は、新代の縁米に引き継がれた。後継者としては、水古伝の補作者、氷夢流がいるが、氷は、李拓後と異なり、明王朝の価値観に挑戦せず、俗文学を通じて穏やかに思想を説いていると、麻酔常雄は述べている。 真っ向から、私大部的価値観に挑戦した、李卓碁の姿勢を継ぐ者は、名、清を通じて現れなかった。しかし現在の我々がすでに知っているように、儒教は中国が近代化する過程において支配、イデオローの座から滑り落ち、五十四運動においては、人を食う教えとして、批判にさらされた。ここに至って、儒教批判の先駆者として、李卓碁はようやく検証されるのである。 現在、後演部、後葬儀、おおっとこれと並んで民末新書を代表する思想家の一人として数えられている。日本でも、吉田松陰が、獄中において、李拓吾の、文章を読んで非常に感激するなど、一定の読者を持った。明治に入って、李拓吾を検証したのは、三宅節令著、王妖明、1894年に寄せた、陸活難の罰。 大陽明の後に大輔であり、また内藤コナンは、以著、品志学史、1949年に、リニエの史論の章を立て、古今未井の過激思想と評したが、それ以前に早く、李志蔵書、読書記三足一、書出1902年、木と書館書集で、ただこれは、劇役の、もし、モテ常色とはすべからずとしながら、一読を進めていた。 これらが、新末中国人留学生の目に触れて、李拓吾再発見の一つの起源を、なた可能性が、島田健次によって示唆されている。なお、明治大最有記の写本に、李拓吾先生批評最有記があるが、これは、権威づけのため李拓吾の名を勝手に使用したものである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。